スコット・アー・フィールドは、スコットランド・リビングストーン出身のサッカー選手。レンジャーズ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。カナダ代表。2007年8月4日、開幕節グレトナ FC 戦にて、トップチームデビュー。2010年5月21日、ハダースフィールドタウン FC に移籍し、8月7日のノッツ・カウンティとのリリーグ戦でデビュー。2010から11シーズン。 ウェンブリー・スタジアムで行われたチャンピオンシップ昇格をかけたシェフィールド・ユナイテッドとのプレーオフ決勝戦に出場し、試合は PK 戦にまでも連れ込み、自身は2番手のキッカーを務め、これを成功させた。結果、8から7で見事昇格を勝ち取った。2011から12シーズンは出場機会が減少し、シーズン終了後に放出された。 バーアンリー FC のトライアルを受け、2013年7月15日、バーアンリーと2年契約を結んだ。2014から15シーズンには、キャリア初となる、プレミアリーグに参加し、チームは降格したものの、アーフィールド自身は、レギュラーとして活躍した。2018年5月14日、レンジャーズ FC に4年契約で加入した。スコットランドの年代別代表として、 それぞれ出場した。父親がトロント出身のため A 代表ではカナダ代表を選択し、2016年3月25日のメキシコ代表戦でデビュー。2017コンカカーフゴールドカップのフランス領、ギアナ戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。